はい、おはようございます。3月23日月曜日の朝です。昨夜日曜日の晩初めてのライブをやって、たくさんの方に見に来ていただいてありがとうございました。昨日と、ね、同じ服を着てますけど、あの後疲れてそのまま寝ちゃってね、まだねシャワーも今朝も浴びてないんですけれども、ちょっと今ねメールを確認したら、まあ、いろんな方からね、メッセージもそうですし、E メールもいただいてて、考えるんですけど、最近ね、若い方からの相談とかも結構多いんですね。若いって言っても30代の方からなんですけれども、まあ、ちょっとね、タイトル、まだ何にするか分かってないんですけど、まあ、やりたいことをやろうよみたいなタイトルになると思うんですけれども、若い方、30代の方で海外に出たいとかそういう方もいると思いますけれども、例えば今僕とかね、昨日一緒にライブやってたアキラなんかはフィリピンに住んでますけれども、ただねだらーっとやってるわけではなくて、まあね心地いいというのもあるわけなんですけど、それなりにみんなね全力でね生きてるんですよ。なんていうのかな、やりたいことをやるって言っても、それはもちろん犯罪とかではないし違法なことではないんですね。そんなことはね奨励するわけないし、いつもねやっぱり力いっぱいやってるとやっぱり次があるんですよね。で30代って言ったらまだまだ若いんで、例えばねこのフィリピンに来てだらーっとねこう女の子に囲まれて暮らせるかななんて考えだったら、ちょっとね考えを改めてほしいなと思うんだけれども、で、まあ僕が何やってきたのかをねちょっとね話してくれなんていうのもあったんで、それに絡めてちょっと話しますけど、僕は学生時代が終わってからねすぐカメラマンになって、オートバイが好きだったんでバイク雑誌の写真なんかを撮ったりするんですけれども、まあ、その後でね、写真に飽きてしまって、動画の方ですよね、ムービーカメラマンになりたいなと思って、まあ、そっちの方に行くわけですけれども、まあね、なかなかそれも、本当はね、カメラマンじゃなくてね、監督になりたかったんですね。映画監督とか、ドラマの監督ですとか、まあ、それがね、どういうことか、で、まあ、撮影の方に来ちゃったんだけれども、まあ、監督の元にね、ついてやってる時に、お前ちょっとこの役で出ろなんて言ってね、なんか演技の勉強ももちろん監督になるためにはね演技の勉強しなきゃいけないんで演技の勉強もしてました。でまあ監督にねたまにお前この役で出ろなんて台本渡されて、緊張しますよね、役者じゃないですから。でまあ台本読みながらねこういろいろ勉強して、まあいろんなねドラマとかね映画にもね出ました。こう言っていいのかな、今ね大女優になってるけど、財前直美さんがねまた10代の頃ですよね、彼女もともとは TDA って東亜国内航空の、まあ、その後 JAL に吸収されるんだけれども、東亜国内航空のねキャンペーンガールをやってて、あれがねドラマ2本目かな3本目ぐらいのドラマだったのかな、まだ新人で、で僕がねやれって言われた役がね暴走族のリーダー役 でその時乗ってたね川崎の GPZ750 っていうのにこう乗っかって、暴走族の僕はリーダー役なんですよ。で財前さんがね僕の後ろに乗っかって、まあ、暴走族の役なんでね、そう走り回るなんて役とか、あるいはカメラのね古い話ですけどミノルタなんていうカメラのCM でデビューしたね、宮崎美子さん、あれはドラマデビューだったのかな、彼女がそのクラブのホステス役で、僕がバーテンダー役で、なんていうのとかね。まあね、いろんなもん出ましたけど、ドラマの最後にね、こう、エンドテロップが上がってきて、自分の名前が出てくるとね、あれ、俺役者でやっていけるんじゃないかな、なんてとんでもない勘違いしたりして、まあその後ね、自分でその、なんていうのかな、動画撮影の会社を作るんだけど、まあうまくいかなくなって、まあその後いろいろね、バックパックでね、あちこち回ったりとかいろいろあるんだけれども、その後ちょうどね、バブルっていうのが到来しまして、バックパッカーなんかやって帰ってきてからなんだけれども、まあちょっとその波に乗ったっていう形で、うん、
まあ、89年のね、いろいろ、まあ、東西冷戦が終わったなんて、そういうのもいろんなことが1989年にあって、完全にまあ日本でバブル崩壊っていうのはまあ1990年なんですけれども、その前後ね、5、6年ぐらいは、まあ、結構ね、忙しかったですね。仕事がバンバン入ってきて選べるぐらいになって、ただね、一つ一つの仕事をね、やっぱり全力でやりましたね。で、なりたかったカメラマンになれた、まあ、監督にはなれなかったんですけれども、まあ、その頃の撮影でやってて楽しかったのがね、今でもありますけど、K1 グランプリって、あの格闘技ですよね。で、まあ、その時あの K1 グランプリの立ち上げの頃で、第1回第2回大会までかなは僕の友達がこのまとめて仕事を受けてて、僕も毎回ね、その毎回というかその2回ね、K1 の会場に行って、まあ、撮影してましたね、試合の様子を。あ、でね、楽しかったのがね、当時の、あの、スイスから来てたアンディ・フグって選手がいるんだけれども、あの、彼は、その日本にね、その、K1 やってた青銅会館が招聘する前には、極真会館のヨーロッパチャンピオンだったんですね。で、僕も10代の頃から、その、ね、空手をやってて、まあ、彼はね、僕よりちょっと年下だったんだけれども、僕にとってはスターなんですよね。で、彼のね、その、アンディ・フグの強さの秘密なんていうのをね、僕が撮ったりして、その当時彼、アンディはね、もう英語も全然喋れないで、で、一緒に来てた彼女、まあ、後に奥さんとなるんだけれども、その人が通訳をして、アンディに伝えるみたいな形で撮影をして、あれ楽しかったですね。で、その後、まあ、いろんな試合にも、まあ、選手とも知り合いになってね、まあ、招待されたりして、ミルコ・クロコップだとかね、そういうアーネスト・ホーストだとか、そういう選手たちともなんか試合後の打ち上げなんかでね、よく話したりしてましたけど、あれは楽しい思い出ですね。一番楽しかったかな、あれが。まあそんなことをやってて、まあある時、僕あの自宅で、今もそうですけど、犬が好きでね、ジャーマンシェパードを飼ってたんです。で、知り合いの獣医から紹介してもらって、警察犬の訓練所で生まれた子犬で、警察犬の適性からは外れたっていう犬だったんですけれども、まあ、持ってきてくれた時に生後1ヶ月半ぐらいで、まあね、パピーですよね、赤ん坊なんだけど、なんかね、もうこんな大きくてね、熊の赤ちゃんみたいな感じで真っ黒よね、まあ、その後で茶色の部分とか出てくるんだけれども、まあ、その犬とね、まあ、そのカメラマンの仕事をしながら、まあ、一緒に住んでたんですけれどもね、朝になるとね、ベッドで寝てる僕のとこ来てね、顔舐めて起こしてくれるなんてね、すぐ大きくなるんですよ、こんな30キロ超えなんていう風になっちゃって。で、ある時、まあ、仕事がスタジオに入るのが昼からっていう時があって、その時にね、うちのジャーマンシェパードのメス犬、名前がジャスミンって言ったんだけど、ジャスミンを連れて近くにあった公園に散歩に行ったんですね。で、4月ですね、地面にね、桜の花びらがいっぱい散ってるのを覚えてるんだけども、そのね、ピンク色になった地面の上をね、もう黒に近いね、うちのジャスミンが歩いていく姿がね、すごくなんか頭にね、残ってるんだけれども、で、いつもね、ボール投げて取ってこさせて遊んでたんだけれども、その時ね、帰り際にね、桜の枝を加えてくるんですよ。で、その枝には桜の花がね、4輪、まあ3、4個花がついてて、それをなんか大事そうに加えてね、うちに帰るまでその枝を加えてくるんですよね。で、うちに着いてリビングでこう横になって、桜のね、その枝をね、目の前に置いても、こう匂い嗅ぐでもなく嗅いでてね、まあそのシェパードのジャスミンがね、幸せそうな顔してるんですよね。なんかそれ見てたらね、ああ、なんかこんな風に行きたいなーなんて思っちゃってて、で、その頃から僕はあの海に潜るダイビングっていうのはもう学生時代から好きでやってたんで、で、自宅でね、ダイビングクラブみたいのをやってたんですね。で、その、まあ、ジャスミンがね、その桜の花を見てる、匂い嗅いでるっていうのを見て、なんか俺やってること違うんじゃないかなと思って、で、まあ、そのダイビングクラブのクラブ員にね、俺もう仕事辞めようかななんて言ってたら、じゃあさ、ダイビングショップ開けてくださいよなんて言われて、その時入ってた撮影の仕事を、まあ、1ヶ月半ぐらい先までのこなした後で、辞めました。
それで、まあ、ダイビングのことをね、まあ、それまで趣味で潜ってただけなんだけど、まあ、勉強したかったんで、ショップのビジネスですよね。で、ハワイに行ったり、沖縄を潜り歩こうとしたり、沖縄で開けたかったんですけれども、で、まあ、最初に行った沖縄の島が宮古島で、まあ、そこでね、まあ、僕がちょっと衝撃を受けるような、僕が今でも勝手にね、師匠って仰いでるような人に、まあ、ダイバーなんですけどね、出会うわけなんですけれども、まあ、その人はね、ヨットレース界なんかでも有名な人なんだけれども、で、まあ、ダイビングをね、仕事にしようとして、ダイビングショップね、いろいろ見て歩いた後で開けました。その時も一生懸命やりましたね。カメラマン時代、もう本当に忙しくやってたんだけれども、もしかしたらその時より体はきつかったかもしれないですよね。朝5時に起きて、車を運転して、お客さん乗っけて、伊豆まで行って、伊豆でダイビングね、2回、3回潜ってて、また運転して帰ってくるわけですよね。で、その時ダイビングショップには女の子のスタッフ1人いたんだけれども、その子、免許持ってなかったんで、運転はね、全部僕で、日帰り3連チャンなんてやったりしてね、今じゃとってもじゃないけど無理だな。でもね、楽しかったです。やりたいことをやって。ただね、そのやりたいことをやって生きていくためには、それなりの覚悟とね、なんていうのかな、リスクもあるし、自分の持ってる力全部使わないとやってることをやっては生きていけないですよね。これどこに行っても同じだと思うんだけれども、まあ、僕の場合その後、まあ、ダイブクルーズなんていうのに、まあ、ダイビングショップをやってる時にね、出会って、で、クルージングにお客さんを連れてって、何回もクルーズにお客さん連れて行くようになって、まあ、それがフィリピンだったんですけれども、そういうのが毎月のように続いたらもうね、国際線乗ってマニラまで来るのがめんどくさくなっちゃって、日本のダイビングショップ畳んでね、マニラに引っ越してきちゃったわけなんですけれど、で、そこでね、いろいろダイブクルーズの仕事をやったりして、で、まあ最終的には船がダメになって、クルーズの仕事もできなくなって、まあどうしようかなって言ってる時にね、その、僕の友達の関係の、まあ、ホテルとダイビングサービスっていうのがボラカイにあるっていうんで、そこのマネージャーやってくんないかっていうんで、で、ボラカイに行きました。うん、まあ、いいところでしたよね。で、まあ、ボラカイにはね、その前に、まあ、クルージングの大きい船を沖に止めてね、この小さいテンダーボートっていうんで上陸したことはあったんだけれども、実際にね、ボラカイに、で、働いて、住んでってやって、まあ、いろいろボラカイでもあったんですけれども、まあ、自分なりにね、自分の持ってるね、力を全部使ったと思いますね。で、まあ、そこの仕事が終わって帰ってきて、それから、まあ、マニラでね、その時僕ね、スズキの K のワゴン乗ってるんですけど、この下りはね、前に動画でアップしてたことがあるんだけど、ちょっとね、個人名称なんかが出てきちゃったんで、一回削除したんですけれども、その、鈴木の K の番でマニラを走ってたらね、なんだっけな、あの通りはね、デルピラール通りか、そこを走ってたら、いきなり目の前に女の子が飛び出してきて、でね、ゴンゴンってやってね、見覚えのある子で、窓開けたらね、クヤーって言うわけなんですけどね。まあその子は、まあうちのダイビングのお客さんがクルーズの船に乗っけたいって言うんで、まあ、ね、乗っけたことのあるっていう子で、うん。まあ要はね、その夜の商売してる子だったんだけれども、まあとてもいい子で、で、まあその子がね、まあ、窓を開けたらそのままロックを開けて乗ってきてね、クヤうちまで送ってっ ってね。ね、まあ、いや金あるんだからタクシーで帰れば、なんつってね。うん。でもまあね、近くだったんで、サンターナってとこだったんですけれどもね、まあそこにはね、行ったことなかったんで、ちょっと送ってってあげて、要はね、スクワッターって言って不法滞在者のエリアみたいで、川の上にね、家を建ててるような、パシグ川ってあるんですよ。マニラの中をこう流れてる川なんだけれども、その川沿いに建っている家で、で、まあ入り口はね、もちろん陸の方なんだけど、家の中入っていくと、もう川の上にね、こう、ちょっとこのぐらいの幅のね、ベランダが突き出してるみたいな感じで、そこに座ってね、川を見てたら、まあ、周りのうちはね、その、なんていうのかな、トイレも全部その川なんですよ。で、下流の方見ると子供たちは泳いでるし、反対見るとね、おばさんがね、皿洗ってるしって、そういう状況のところで、
まあ、すごいところだなと思ってね。なんかこの、まあ、貧困ですよね。貧困と環境っていうのをちょっと考えて、でも貧困をこれねどうにかするっていうのはものすごくね、まあ、これ根深いわけですよね。だったら環境を変えるんでなんとかなんないかななんて考えて、でまあインターネットでいろいろ検索してたら、その時たまたまフィリピンの環境を変えようと頑張っている会社が募集してたんですね。で日本の埼玉県の、まあ、ちょっと北の方に本社があって、そのうちに、そのうちじゃない会社に訪ねてて、まあ、募集してたんで僕面接に行ったんです。日本に行ってでまあ面接ねいろいろやって、まあその社内の若い社員でね英語喋れる人もいたから、まあ、フィリピンで働くわけだから英語で面接して、フィリピンであったね面白いことを英語で話してくださいなんて言われたんで、あの空港にねそのバンを預けてて、うちまで帰ってくる間にねタイヤがバーストした話なんかを面白おかしく話したら、まあ、みんな笑ってくれて、でそれからまあ家に帰ってきて 2,3 日中に結果発表をします、面接の結果を発表しますなんて言われて、まあ、帰ってきたんですけど、僕ねそこの社長の話聞いてたらね、社長にねちょっと惚れ込んじゃったんですよね、考え方に。でどうしてもそこで仕事したくなって、あの会社だったか社長の携帯だったか忘れたけどね、夜ねこう電話しました。あの先ほどはお時間ありがとうございましたって言って電話して、でまあ 2,3 日中にね結果をお知らせしますって社長言ってくれたんだけれども、最後に一言言わせてくださいって言ってね、僕のことを採用しないと後悔しますよなんてね、大それたこと言ったら社長ね大笑いして、でまあ電話が切れて、翌朝担当の人から電話がかかってきて、うちに来てくださいということで採用されました。ね、それからまあフィリピンの中で環境を変えるっていうんでいろんなところの仕事に関わって、まあその会社のね目的としてもやっぱりマニラのパシグ川をきれいにしたいなんていうのが上がってて、昔の日本の状況なんですよね、あの公害の汚染、いろんな病気がありましてね、公害による空気も汚くなって、僕ら子供の頃光化学スモックなんてね夏になると発生して、外に出ている子は家に帰ってくださいなんていうのがあって、まあねそういう状況を、フィリピンの状況を変えたいっていうんで、いろんな仕事に関わりました、空港建設にも関わったし、あのスービックのね、排水処理が間に合わないとか、ナイアスリーの前のねあのメガモールとかありますよね、あそこら辺の排水なんかのにも関わりましたし、あのターミナル3のナイアですね、マニラの空港ターミナル3の近くに大きなサークルがあるじゃないですか、あそこの地下ってね全部排水タンクなんですよ。でそれがねきっちり処理しきれないで、もうしょうがないんで川に流しちゃってるっていう状況なんですね。まあそんなのをね、まあいろいろボホール新空港なんていうのもね行ってね、まあいろいろやりましたね。いろんなとこ、バリカサグ島の汚染だとか、まあフィリピン中動いてものすごくね楽しい仕事でした。やりたいことをやるっていうのはまあこういうことなのかな。でもね常にねフルパワーでやらないと、やりたいことをやっててね生きてはいけないですよね。だからね若い方でねこっちに来ようなんていうことは、やりたいことをできるその体力と、例えば海外でっていうんだったらその国の言葉あるいは英語だとかそういうのを身につけるとかそういうのが必要ですよね。でまあその会社の中でもちょっとね環境改善の会社の中でもいろいろ内紛があって、僕は辞めました。で、まあ、その後で、まあ、フィリピン人の女性と結婚したっていうこともあって、まあ、結局後に別れちゃうんですけれども、日本にどうしても行きたいっていうんでね、2015年だったかな、日本に行って、でその時にね、まあ、仕事なんですけれども、コンサルタントの仕事をしました。っていうのがコンサルタントなんてなんて突然にってことなんですけれども、僕がダイビングショップを開けた時、まだ僕が33歳の頃ですか、その時にもともとカメラマンやってたんでね、商業的なことをいろいろ考えた、どういうねことが必要とされてるかなんていうのを考えてたっていうこともあって、
まあ、ダイビングショップよりだから、その頃ね、日本でね、ガングロブームっていうのがあったんですよ。みんな日焼けして真っ黒の顔して歩いてるっていうのが、あ、これやればいいんじゃないかって言ってね、まあ、ダイビングショップやった時ね、カメラマンというか収入10分の1になっちゃったんで、それを補うためにもね、まあ、日焼けサロンを自分で開けたんですけれども、その資金がね2500万ぐらいかかったんだけれども、まあね、若い頃やんちゃしてた時のね、まあ、ちょっといろいろなつながりがあって、まあ、電話一本でね2500万次の日に届けてくれて、それを開けて、まあ、1年で2500万返し終わって、次の1年でね同額ぐらい利益上げて、でその後店ごと売り払っちゃったなんていう、こんなビジネスもやってて、まあ、そのお金借りた人の知り合いでね、お前いろいろ鼻が利くだろうっていうんでね、まあね、こういうのをやりたい人がいるんだけど手伝ってやれっていうんで、コンサルタントとして手伝ってやれっていうんで、でそのやる内容っていうのがね、銀座のクラブだったんですよ。その人の知り合いが、まあ、自分の銀座の女にね、あの店を開けさせたいっていうん で僕水商売なんか知らないんで、でも面白そうじゃないですか。で銀座ってそのカメラマン時代に何回か行ったことあったんで、ただ客としてですよね。でそれを自分でやるとどうなんだろうっていうのがあって、あの引き受けました。もうね、銀座を調べるってところから始まって、あの銀座ってね、一番新橋寄りの8丁目が一番高い高級クラブがあるんですよ。で有楽町の方に行くに従って7丁目6丁目5丁目って行くんだけども、もう6丁目まで行ったらね、まあ普通の店、高級店はないんですよね。でやっぱり8丁目新橋寄りに一番高級クラブが集まってるんで、もうその場所探しから始まって、もう銀座8丁目に絞ってね探して、最終的にあの、まあ、一番いい通りですね、あの並木通り沿いの銀座8丁目にね店を見つけて、空いてる店を見つけて、まあ、そこでね始めるわけなんですけれども、まあね、コンサルタントとしてもね、いろいろ女の子たちの面接から何から、まあ要は店長みたいにしてね、その契約の期間をやって、あれはね銀座をいい経験しましたね。いろんな人たちに会えて、まあ、かなりねそのスポンサーがすごいつながりを持ってる人だったんですね。でもこれはもう名前出せないような人、政治家だとか警察関係だとか、いろんな方がお客様で来て、あと日本のね、大商社の部長クラスの人とかもいっぱい来て、まあ、普段話せないような人たちといろいろ会話もできて、いい経験でしたね。でその契約が終わって、その時もやっぱり全力でやりましたよ。勉強したし、銀座の店の高級クラブの営業時間なんていうのは夜8時から12時までのたった4時間なんですよ。だけどその4時間をうまく運営させるために、僕1日ね14、5時間働いてましたね。でやりたいことをやると、面白いなと思うことをやるためにはね、自分のねフルパワー使わなきゃできないんですよね。で店うまくいきました。で店が移るっていう時に、まあ閉店の準備してる時にね、今パラワンであのサリサリストアと食堂やってる飯島さんなんていうのもね、今だったらうち飲み来てもいいよって、酒飲み放題だよなんて言ってね、僕が店の中いろいろやってたんで、彼ね店来てくれてね、なんか高いワインをねこう飲んで、お金いらないいらないなんて言ってね、で遊んでましたけどね。まあそこの契約が終わって、そしたら次にね、やっぱりコンサルタントで他の仕事やんないかなんていうのがあって、一つはレストランっていうのがあって、でもう一つはねスポーツジムをやらないかっていうのがあって、で僕体を動かすのが大好きで、でその頃ねちょうど日本で流行ってたのがダイエット合宿、テレビでもよくやってなかったですか、ダイエット合宿なんつってね、あの1週間とか1ヶ月とかで、ね、こういう太った人たちをね減量させるっていうので、それをもう企画から始めて、建物を建築して、あの千葉のね海沿いの方だったんですけれども、まあ面白かったですね。あの来た人たち、やっぱり普段運動してないでこういう太った人だから、2週間もあればねものすごく痩せるわけなんですよ。でそういう運動のプログラムを自分で作って、まあ、僕が指導員でね一緒に体で動かしたり、宿泊してる人ね朝6時に起こして九十九里浜をね一緒にこうウォーキングあるいはジョギングしたりとか、そういうこともして、楽しかったですね。まあそんなこともやってるうちに、僕が仕事にこうかまけてるうちにね、まあね一緒に日本に行ったフィリピン人のかみさんは、まあちょっとねいろいろやってしまって僕は別れることになって、で
2017年の1月にパラワンに来るわけですね。で、まあ、来た時にも来る前にもね、いろいろ仕事を探して、僕は何がやりたいかって言ったら、やっぱりね、その貧困とかそういうのを目の当たりに見てるんで、なんかそういう人たちどうにかならないかなっていうんで、その NPO の仕事を、まあね、こっちでは NGO って言ってるけれども、それを見つけて、孤児院をねケアするって仕事を見つけて、まあ、今もね、まあ、3月いっぱいまでその仕事をしてるんですけれども、それでね暮らしています、今は。まあ、でもね、何が言いたいかというと、どこに行ってもね、そこでできることを力いっぱいやってれば、あの相手が求めるのと同等、それ以上のことをやれば必ずね次につながるんですよね。それどこの国に行っても同じだと思います。あの見てくれてる人は見てくれますよ。見てくれてないとしても、やってきたことが自分の自信になると思うんで、あの30代でね海外に出たいと思う人いいと思いますよ。活躍してください。ただ活躍するための技量をね持って出てください。それを言いたいんですけどね、僕もね偉そうに言うほど大した技量は持ってないんですけれども、情熱だけは持ってます。まあね、ちょっと長い話になっちゃったけれども、別にあのね自慢話したいわけじゃないんですよ。僕がこういうふうにやってきた全てにおいてね、なんかね楽しんで、楽しいことって集中できるじゃないですか。楽しんで仕事をやる、なんでできるか、やりたいことだからなんですよね。まあね、やりたいことを見つけてね、自由にね生きてください。そのためにはリスクも責任も付きまといいます。それを覚悟の上でね、海外に出るなりなんなりしてほしいと思ってます。ちょっと長くなりましたが、それじゃあまた。